それでは今日の問題を解いていきたいと思います。今日は食塩水の濃度の問題です。食塩水の濃度の問題は小学校6年生から中学1年生ぐらいにかけて非常によく出てくる問題の一つなんですけれども、コツさえ分かれば複雑な問題も簡単に解くことができるので、早速解いていきましょう。まず問題を確認します。 10% の食塩水 100g に、濃度がわからない食塩水 A を 50g 加えて、さらに水を 50g 加えたところ、食塩水全体の濃度が 6% になりましたというような問題です。濃度についておさらいしておきたいと思います。食塩水の濃度というのは、水の重さと食塩の重さ、塩の重さですねを足したもので、塩の重さを割ってあげたこの割合をパーセントで表したものになります。したがって登場してくるのが水と塩ですので、全ての液体について水と塩をそれぞれ分けて考えてあげることにしたいと思います。ようにですね、順を追って全ての液体について水がそれぞれ何グラム入っていて、塩が何グラム入っているのかということを表にまとめていきます。濃度がわからない食塩水については塩の量を xg として一次方程式の形にしていきたいと思います。表にまとまったら、これの全部の合計が 6% ということになるので、これを全部まとめて計算してみたいと思います。
答えが2ということで求められたわけなんですけれども、この2というのは塩が 2g ということですので、これをパーセントに直していきたいと思います。2を50という食塩水の全体で割ればいいので 0.04 ですから、答えは 4% ということになるということがわかるわけです。簡単だったんじゃないでしょうか。問題が複雑そうに感じる割には随分簡単に解けるんだなっていうことがわかると思います。濃度の問題はどんなに複雑そうでも中身をそれぞれ分けて考えるという基本を押さえれば簡単に解けますので、皆さんもぜひそんな風に整理して問題を解いていってみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。